はい、じゃあよろしくお願いします。今回はですね、前回取った図形、まあ、受験対策の図形第7弾の補足説明をちょっとね取らせてもらいます。すぐ終わりますんで、よかったらお付き合いください。で、2番のこの問題なんですけど、これですね、ちょっとこの分割するという方で今回紹介したんですね。で、これはその分割した時にこの角度を写すっていうのを復習でお伝えしたくって、これで紹介して、その後に簡単な解き方があるんですよ。で、それを紹介したつもりでいたんですが、さっき撮影したものをチェックしたら完全に言い忘れていて、そっちの解き方を紹介させてもらいます。すいません。で、何かっていうと、まあ、この分割もぜひね覚えてほしいんですが、この形解きたい時に外側を注目すると、ひじり型もしくはブーメラン型っていうこの形になってます。外側ですね。ちょっと書いちゃいましょうか。ここです。で、これにはある特徴があって、尖った3箇所ですね、ここの角度を全部足すとここになるっていうのが有名な角度をね映してくるものがあるんですけど、なので今もこの3箇所を全部足すとここになるんです、角度が。で、ここが3つ映ってきたでしょ。で、今これとこれって対頂角なんで、もちろん同じになります。つまり外側3つを足したものがここに集まったと。で、よく見ると全ての角度が四角形の中に集まってるんですよね。ってことは全部印つけたところを足したら四角形の中だから360度ですよねっていう。で、こちらは簡単なんです。簡単なんですけど、その角度をね写してくるっていうのはよく使うので、それを復習するのにもこっち説明しようって、で、した後にこっち言おうって思ってたのに、すいません、忘れました。完全に申し訳ない。ですから、もしね、こっちのやり方も確認してほしいんですが、こっちの方もぜひね覚えておいてくださいというか、このやり方もあるんだというのをね覚えてもらえたらと思います。では、補足説明でございました。すいません、こんな感じになってしまったんですが、お付き合いいただきありがとうございました。では、次回ね図形8も取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。